し、そのまま逃走している。中国語による停戦命令を行うも外線停戦せず、ワンダーフンダーリーカーピンソンリーカーピンソン、それでコメント欄にいただいた情報なんですけども、8月16日ですよね、ですからもうあと2週間ぐらいですけども、中国漁船を退去して尖閣行かせるというふうにですね予告されているわけですよ。中国漁船がかなりの数この尖閣諸島にね押し寄せてくるということです。こういう予告が出てるんですけども、防御の方は大丈夫なんでしょうかね。領海侵犯ですからね。でこれ中国がこういうふうな予告を発している、こういう問題に対して台湾との睨み合いっていうのもかなり緊迫するんじゃないかなと思うんですよ。台湾にしてみればですね、日本何やってんだって話ですよね。尖閣諸島をやすやすと中国に明け渡しているように見えますからね。日本も敵視される恐れがあります。台湾にしてみれば香港の問題もありますしね、やっぱりこう総統選とかっていうのもありましたし、中国との関係っていうのは並々ならぬものですからね。この尖閣諸島に中国漁船が来る、もしくは中国の軍艦が来るってことは、これはもう喉元にナイフを突きつけられたようなもんです。まあ、ですんでね、日本にはきちんと領海を守ってほしいという思いがあるんではないかなと思いますけども、日本政府はあれでしょ、尖閣諸島で領土問題なんてありませんよとか言ってとぼけてるわけですよ。これどうしてそういう発信になるのかなと思いますよね。プラスですね、空母レーガンが戦闘機満載で日本の基地を出航してるわけですよ。もうやる気満々ですよ。アメリカも台湾も中国もやる気満々。日本は当事者なのにどうだったのかなってことですよね。で、この私にコメントくださった方の予測ですけども、これがねまたね背筋が寒くなるもんです。この状態で尖閣を取っても中国には対して日本に対して意味がないんで、これはですね尖閣で騒動を起こしてその隙に台湾を攻めていくっていうことなのかなと思うんですよ。まさにね台湾の関係者っていうのはそれを予測しているところがありますから、尖閣諸島に対して固有のね台湾の軍を振り向けるわけにもいかないし、かといって日本は自分の領土なのになんか放置してるし、でアメリカは尖閣を守るためには協力するよっていうふうな、ね、軍の高官がメッセージを出してるんですけども、日本肝心なね日本軍は何やってるのかなってところですよね。これこの後どうなっちゃうのかなと、この辺から戦争が始まっていくんじゃないかなというふうに懸念するんですけども、皆さんはどういうふうにお感じでしょうか。ただいまね尖閣諸島の周辺には中国の軍艦が退去して押し寄せて、もう日本のね、海上保安庁なんて入っていけないような状態ですよ。先ほどのビデオで、中国の漁船が日本のね海上保安庁の巡視船にもう体当たりしている様子とか動画ありましたけども、ああいうのが日曜3時に起きてるんじゃないかなと考えられます。それでは本日は以上です。